トゥルフ・フグター君、ヤールラトテップ詠唱省略、ダークスピリチュアルパワー。ふふっふふっ、焦れ、行けファンネル。さあお寺に拝見と行こうか。フィンファンネル。さあどう避ける、オゴチュ。もう普通に避けたな貴様。ハハハ、来ると思ったぜ。いや死ねー。ここで落ちるわけには。えっ、あっ、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。さあ行け我がしもべ、アンリミテッドデビル、あと一歩じゃ。うおー、いけフィンファンネル。ふう、立てオゴチュ。じゃお前らのような悪党は駆逐されなければならない。クトルフフタグヤルラトテップ2号アトミックバズーカ準備完了しました。わ、いつでも撃てます。目標をセンターに入れて。何、バレたか。わ、じゃあヘビヤマさん、さっきから驚かせないでください。そっき、まずは貴様の聖杯瓶を減らさせてもらうぜ。そこを。はい、聖杯瓶2本目、目標センターに。狙撃、待って、そこを。あれれ、怖くて出てくる。ちょっと、なんちゅうとこでフリーズした。あれ、なんか重いぞ。あちら、なに、この俺にフィントをかけただと。あちら、まずい、まずい。お、よし、やってやる、やってやる。ヘビヤマさん、サポートお願いします。シリン。うるぇ、そんなもの飲んだっていつまで持つかな。あ、待て、シリン、待て、待て、待て。一人、君は石膏だな。マスターは教会に引きこもってるんだろう。致し方あるまい、私自ら制裁を下す。デュアルスピリチュアルパワー。自らのサーバントを捨て駒に使う卑怯者め、貴様か。行けファンネル。うおー、うわっ、しゃっ、待って、どっちがマスターだ。行けファンネルたち、痛い痛い痛い、ひえ、死んで、キンキンに冷えてやがる。キンキン、おいいぜ、魔術対決と行こうか。ふっ、おいおい、そんなものを。行けファンネル。ビャー、ヒゲ、ヒゲ、ビャー。一体僕が何をしたって言うんですか。俺は心のオーダー、ルーの一滴までが俺に従う。従うか、ハゼるかだ。ゼロ。何、あれを避けただと。ゼロ、ゼロ、はぜたな、はぜろ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 。よし、はぜたな。そこ、次、あれだ。じゃあ、つらいな。こちら、はぜろ、こちら、はぜろ。はぜないな、くそ。おいおい、いつの間に。落ちろ、お前じゃない。まさか鍵指を殺させろ、お前を食うな。おいで鍵指ちゃん、登ってこい、落としてあるから。ほら、まさき様を食うな。そうだ、おい来い、よしよし、行こうだ。落ちろ、落ちたの、落ちてない。そこを、やばい、ならばよろしい。
お相手いたぞ、リミッター解除。ジョマスター君だ。こいつと二人聞いてやらせろ。ふゆふゆ、ほらおいで。行け、ファンネル。いらっしゃいませ。ひゆ、ちょっと生きてる。待て、怖いじゃん。ちょっと待って、あいちゃん迎えに行かなくちゃ。おや君、もう聖杯瓶がないね。立て、おこちゅん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 。さあ、これで二人きりだ。さあ、出たい。そう焦るなって、じっくり遊ぼう。おら、行け、ファンネルたちよ。来たところを狩る。なに、なに、貴様、こんなニュータイプか。へえ、そうせくなって、じっくり楽しもうぜ。うわあ、やめろ、せっかちな女め。うわあ、フィンファンネル、わがちゅう、わがちゅう、モロタネクだ。くそー、ここに来て特大武器の使い方がわからない。あっ、ならばズワン、エクスカルバー。何、ちょ、違う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 、ビャーン、ワイ、差し切り直しだ。ちょっと待って、もっとゆっくり遊ぼうぜ。せっかく腐りっきりになれたんだ。ちょっと待って、ただじゃ殺されて回復がない、回復がない。ちょっと、もっと遊びたかったよママ、もっと遊びたかったよママ。行けよファンガ、行けよファンガ、フィンファンネル。くそ、当たらん、当たった。ふわあ、しょうもるめ。あー、大丈夫、わかる、わかる、いけ、もう勘弁してください、もう勘弁してください。ご招待。最後に笑うのは私だ。話せばわかる、話せばわかる、この野郎、くせに話せばわかるんだ。これがあいやだ、やだ、これは人殺し、こいつら殺しを楽しんでやる。ならば遠慮はいらんな。一緒に死ね。なに、お前も死ね、死ね、死ね、これ死ね、これ死ね。ちょっと待ってもらえます。あおら、ちょっと待ってもらえます。話を聞かばな、ならば仕方あるまい。いけいけ、全部ドッカーン。一人サードワンギャー。ふんぐるい、むぐるーの、くたるぐるるーや、ぐらぐるぐ。狙撃、逃げ場なんかな、どこにもねえんだよ。ちー、そこを。そのまま何もできるまま死んでいけ。うわあ、危ない危ない、やろう、なんてことしやがる。狙撃、来るな、来るな。お、いいのか、お、登ってこれるなものを持ってこいよ。うるっ、いけ、ガゴイル静かさん、援護します。うるっ、おい、ここ、うるっ。一人、おお、静かさん、今日も元気がいいね。前みたいに僕を巻き込まないでくださいね、お願いしますよ。来ねえならよ、こっちから行ってやるぜ。中に隠れてるの分かってるんだぞ。俺は来てやったぞ。さあ出てこい。さあやろうか。もう一人どこ行った？君一人か。いるじゃねえか。この邪魔虫。おやで、どっちがマスターだ。答えよ。くそ。ああ、そのままダメ。そのままダメ。やだ。畜生、どっちが本物のマスターだ。だがそんなの関係ねえ。両方殺しちまえばいいんだからな。行け、ファンネル、フィンファンネル。できれば先に鍵指を殺したいが。行け、ファンゲ。さあこの攻撃は避けれるかな。何、貴様、甘えてしまった。
読み違えただと、この俺が。できれば鍵指を先に殺したい。じゃあ、X カリバー。へえ、避けるんだ。なかなかやるじゃん。ふっ。だが、くっ。くそ、持ち外しづらいこれ。ひひ。立て、オグチュ。ふっふっ。助けて、助けて。へえ。うわ。チェックメイト。甘い。どこ狙っている。行け、ファンネル。スイヤー。ヒー、やだ、こいつ避ける。だが、いつまで持つから。ふにゃふにゃふにゃ。ならこいよ。こいよ、どうした。二人がかりでこれか。うれ、あさあ、と一発。しれしれしれ、ふにゃふにゃふにゃ。あー、全然違う。ヒギヒギ、キンキンに冷える。潰られた血マシンは何をするかわからないぜ。何、ちょっと待て。フィンファンネル、ちょっと待て。警察来た、警察来た。くそー、今いいとこなのに。あともう少しでこの二人を殺せるのに。やだ。あ、来た。この盤面を覆すにはマスターを殺すしか他あるまい。ちくしょう、来やがったな貴様。かくなる上は一か八か、これにかけるしかない。いいぜ、かかってこいよ。三人まとめてかかってきな。ほら。おや。マスターみっけ。おそらく君がマスターだな。やっ、やろ。ごしょらどうだ。ありがとう、青のサーバント、君のおかげだよ。ちゃ、我はサーヴァントルーラー、常世の調停者にして光の巫女剣山。まずい、マスターに危険が迫っている。マスター、ホークの使用許可を。さあ、私が来たからにはもう安心ですぞ。110番通報受けてね。消火に応じ参上しました。最近この辺気をつけてください。不審者が出るらしいんですよ。まあ僕のことなんですけどもね。行かせるか。ボスんとこ行きたいよね。させないよ。落ちろ。あ、これマスターだ。まずい。危ない危ない。落ちろ。しまった、つい反応しまった。鍵指、貴様だ。貴様だ。落ちろ。ちぃ、そこ。なぜ、待って、マスターどこ行った。落ちろ。くそ、かくなる上はリミッター解除。ヒュッ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 。危ない、ご処理。あの僕何もしません。僕が何をしたって言うんですか。行け、ファンネル。からの、行けよ、ファンガー。からのファンゴーかい。落ちちゃった。二人目で、マスター落ちたのか、まさか。え、おい、マスターどこ行った。レーダー反応はこの近くのはず。やはり落ちたか。下に隠れてるだろ。あ、もうやだ。早々にご退場いただこうか。落ちろ。3人目。さあ、マスターどこだ。ヤスメ、どこに落ちた。見つけた。王の御前であるぞ。図が高い。やだ、避けるあいつ。まだどこ行ったあいつ。ちょ、あ、はあ、危ない。デュアルスピリチュアルパワー。さあ、そ、上に登ったか。さあ、マスター、どこへ行く。俺を見ろ、幕切れです。フィンファンネル、行け、ファンネル。
からのズラズラ。ハグリッド、なんか調子悪いな。上か、おや、兵士が反応しているということはやはり上か。見つけた、アトミックバズーカ射出。まだ見つけてませんよ、まだ見つけてないよ。どこかな、どこかな、どこかな、どこかなと見せかけて。あれ、僕も避けたら貴様、そこを、あちら、なに、こちら、落ちてない、なぜ、そこを、シャタ、先読みすぎた、そこを、くさ、すべてが裏切りてやがる、口で合ってるか、だから上に登るんだっけ、くさ、許さないからな。ねね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 ね。そこ。しまった。私を散々振り回しよってからに。こちら。なぜ落ちない貴様。リミッター解除。ならば致し方あるまいな。私この自らの手で叩き潰してやる。と。さあ覚悟の準備はできてるか。へへへ。君ぼっちなんだろ。うおー。エクセ。全て闘気理想郷、やはりこのトロールハンマーが最強だってはっきりわかんだね。なあアンディ、死ねない。大変大変、雨の日は必ず家中に安出が大量に発生して、もう地獄ぐらいの大事件。いよいよ90レベルじゃマッチングしなくなってきたな。これはもう思い切って100レベルまで上げて超高師スタイルで遊ぶしかないよね。次回、堕落超高師少女ヒミコ、ヒミちゃんとグランサックスの超高便、火花の香りでブイブイ言わせるぜ。おいおい、ちょっと待てよ、火花の香りなんて大事に使ってるやつ見たことねえぞ。うっせえバルダクシャメン、使ってるやつは使ってんでも目ん玉かっぽじってよく聞きな。まずぎ両そこそこ特化させて、炎の悟りと超高者のタリスマン装備して、デュアルスピリチュアルジマー使って炎をまといのかまれ中毒とヒーローシマートルジュ混ぜた時に冷薬飲み干して、次にエビ食べて紅葉の香りを飲めばパルスのファルチのルシがコクーンでパージ、いやコクーンのパージがパルスのファルチで管理力でとんでもなくなるんだよ。十文字グランサックス投げてた万々歳ディアンス、お楽しみに。